今はもうちょっと時間が経ってきちゃったからほわ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 出てきちゃったんだけど、今日はね自分でやってそのままで衣装もそれで合わせてきて出てきた。今日のお洋服、あ、いい感じ。初めての組み合わせ、全部もともと持ってたものなんだけど、でもこういう時はこういう時っていうか、なんかその他にお仕事、その前にない時はもう外に出ないから、もう車に乗ってすぐっていうか、そのお家を出て車に乗るっていうその間しか外に出る瞬間が、外の風に当たる瞬間がないから、もう薄着で羽織るものペペって着てだから、そんなにね寒さ対策をせずに。下はね結構こう見ると寒そうに見えるけど、ショートパンツになんかこういうのを合わせている。メール来た。あ、届くの早い。今一生懸命こうやって、長くない？ちょっと今日長いかもしれない。今さっき帰ってたんだよ。届くの早かった。ちゃんドボンしないのしてるんだけどね、全然順位がね上がらなくなっちゃった。今ね、今400位ぐらいで私全然上の、200何十人抜きとか、にくくなっちゃって、勝ってもなんか10だね。そう、全然いかないのよ。全然合わない。私もね、あの私のカードにしてくれてる人とか、その設定を私を支援にしてくれてる人とは、そう最近やった中ではね全然出くわしてない。あ、そっか、コメントを、そっか、やってないから、コメントつけてないからみんなにやってるのが届かないの。そうだ、忘れてた。コメントをね更新しないとね。じゃあ後で更新しよう。コメント悪い店を確認。そうだ、そうね。いつ頃？この間までは結構夜の方にやってたんだけど、今はねお昼とかかな。ちょっとね最近あの生活を改善しようと思って頑張って、なるべくね、なるべく自分から携帯の端末を離すようにしてるの。本当に何か更新したい時とか写真を撮る時に携帯をこう持って、今まで寝る時とかも
枕元に置いてたんだけど、それも一番もう遠いところ、部屋の対角線とかに置いて、なるべくそう携帯を触らないようにしてるんだ。そう、ちょっとね疲れちゃういろいろやってると。別に何か更新する以外にも、何か情報とか写真を見たいとか調べ物したいと思ってずっとねこう持ってるの、なんか良くないなと思って、そう目にも良くないしと思って、そう本当は触りたいんだけど、でもまあそのコンサートも中止になって、またリハーサルの時間とかは、まあ、それでリセットされたわけだから自分の時間がまた増えたんだけど、その時間なんかずっとこうでやってるのどうなんだろうと思って、そうもうちょっと、ね、私がそれやってるのは結構な調べ物とか、まあ、してるっちゃしてるけど、なんか意味なく触ってる時間も多いなと思ったから、もうちょっと有意義に使わないとなと思って、そういう努力をしてるの効果あるかなね、何か練習したりとか体を動かす時間にしたりとか、そうちょっとね、そういうデジタルとかそういうものから、そう頑張って、そう頑張ってるの、すごいサボってるじゃないんだけど、努力をしてる。そうできるなってちょっとこうやってなんかいろいろやってたいんだけど、あーうん、本もね読んだり、私が読む本ってそんな、なっちゃうけど、でさちょっと筋トレしたらさ、めちゃめちゃ痛いのも、今日来てすごい痛くてびっくりした。でもさリハーサル前やってたからさ、だってめっちゃ踊ってたんだよ私、めちゃめちゃ踊ってたのに、その時全然痛くならなかったのに、筋トレをしたら信じられないぐらい痛くなっちゃってなんか踊る時に使う筋肉と筋トレっていうもので鍛えた部位、まあその鍛えてる部位が違うか、そうか、なんかやっぱ使ってる筋肉が違うんだなっていう発見。本当にちょっとしかやってないんだよ、スクワットを50秒間だけやるみたいな。そうで、ないんだと思ってね、びっくりした。でも期間はね一回ね終わりを迎えて、そこからしばらくやってなかったんだけど、その間にもうねなくなってしまったんだね。そのそうつけるのめちゃめちゃ時間かかるのにさ、なくなるの早いんだね。ね、ずっとサボってたから。でも今日さ階段降りる時だけじゃなくてさ、普通に歩ってる時までめちゃめちゃ痛くてね、あーもうこれもやっぱ定期的にやらないとダメなんだなと思って、ジム通ったら、ジム行ったらお金もったいないよ。うん、そう
そう、歩ってる時に痛かったの。普通に歩ってる時。でも痛いの好き。痛いのは、うん、痛みを感じるたびに、あ、ちゃんとあの私がやった筋トレの方法は間違っていなかったんだなっていう気持ちになる。嫌いではない。痛いって言うけど、そんなに嫌な気分でもない。あ、ちゃんとできてたんだなって思う。M とかそういうことじゃない。M とかじゃないんだよ。そう。全然ストイックじゃないよ。ほんと自分に甘々だから、ストイック全然似合わない私には。言わんとしてることはわかる。わかる？スポーツはね、そうやってたから、体を動かすのは基本的には好きだよ。そう、弱音はめっちゃ吐くけど、疲れたとか言ったり顔に出したりするけど、基本的には好き。雪降ったら嬉しい。個人的にときめくだけでいい。そう、積もんなくてもいいから。できたら幸せかな。でも気持ちちょっと積もってくれたらよりテンション上がるかも。私こんなさ、うーんと雪がさ、何メートルも積もっているっていう世界を体験したことないから、ねえ、どんな世界なんだろう。茨城はね、雪降ったり、その山奥に住んでたわけじゃないんだけど、私全然普通の町に住んでたんだけど、これくらい、これくらい積もっただけでね、午前中学校なくなって、午後からとか3時間目くらいから登校とかになったよ。なんでだったんだろうね、今思うとよくわかんないけど。もっとさ、積もって大変なところもあるのに。そう、私の地元はね、ちょっと降ったりちょっと積もっただけですぐね、時間が遅れる。そう、多分そう、先生たちの登校する私たちにはそんなにそうあれはないんだけど、まあ多分先生たちが来るのに時間が、そう、危ないからね、時間かかっちゃうからかなっていうのは今思えば。あ、やっぱりそういう感じ。そう、あとその3時間目とかに行くんだけど、さらに私は待ち合わせしてたお友達と、雪だから遅れても大丈夫じゃないって言ってわざと遅刻していく。10時ぐらいから朝の朝礼みたいなやりますよって言われて、あの連絡まで回ってくるんだけど、遅れてもさ、雪が大変だったとか言えばさ、大丈夫じゃないって。そう、しめしめってやって、雪がうりゃーって雪
だから毎年毎年雪が降るのもね、そういう意味でもねちょっと楽しみにしちゃっだからね、そうこれぐらいしか積もんないから、雪だるまを作っても地面にこう土に面してるところがこう転がした時に表に来ちゃうから、真っ白な雪だるまをね作れた経験があんまりないんだよね。それはあまりよ